このここ最近のポケモンカード大ブームのさなかまさかのまさかの新発売以来1個も売れてない商品があるという噂を聞いたんですけども1個も1個もですよそんんなのあるんですかだって新発売だよ、ね、新発売の発売日以降何日だったかな、まあ、1週間弱ですかね<ー>経ちましたけども、はい、1個も売れてない商品があるそうです、はい、何でしょうか 辛くなってきたんで紹介していいですかお願いします。はい、これです。<laughs> ええー？いやだってさリザードンだよ。はい。大人気だよリザードンってみんなだって大好きなんじゃないの？まあそうですねえ柄は一応これ初めてですね両方。はい。えっとまあ去年もあのこのザマゼンダー無限ライナーっていうのがあってこれはでもそこそこ売れたけどまだ残ってる。ちょうど一年前ス。スペシャルデッキセットはなんかダメみたいですね。 え、毎年ダメなのいや、スペシャルデッキすると今年からなんで、今年からっていうかこあ、このザマゼンタと無限ダイナのやつ、ザシアンザマゼンタと無限ダイナのやつから初めてなんで、はい,はいはいはい。一発目なんですよ。はいはい発目なんですね。ほほほうほうほう,ほう,ほう両方とも今んとこダメですよ。これは、ね、たまに売れてましたけど。まあね。これ、はい,そういう。そんな感じです。これはそう、発売日もちょこちょこ売れたし、うんはい、うん。だ、これはね、 驚くべきことにまあ、うちがいくつ仕入れたかまあいいとしてもうちの店1個も売れてないんだよね、うん、他のところはどうなのかな、ね、聞きたい聞きたい本当にやりますねこれはねめちゃくちゃうーんていうかそもそもさ、はい、ポケモンってパック以外売れなくないうんそうなんですよね最近これ <laughs> 売っちゃっていいのかなこんなのいやまあでも多分全国的にそうだと思うんですけどなんかやっぱねデッキは売れなくてパックは売れるっていう <laughs>、うん。 うん、そのそれ以外のものあのあプレイマットとかスリーブとかはまあ絵柄によってなのかな、ね、割と売れたりはしますけどもそうなんですよじゃあデッキは売れないでいいですか、うん、うんデッキか今こそうですね<あ>ここ最近のデッキはあんまり売れてないです、ね、あと特殊なセットほらこういうのとかもさこれまだ俺確か裏に段ボール2つぐらいあるぞこのカードファイルセットああ<ー>、うん、いや特殊なセットはまあそれはもう正直特殊なセットがっていうかやっぱ 中身のパックによよりますねあそうかだからポケモン GO はいっぱいポケモン GO のパック自体は人気は普通ぐらいで収まってはいはいはいそうだねだから結果としてこれが残ってるうんうん他にもいっぱい特別なセットありましたけどあれ全部パックが人気だったんでなくなってるんですねそういうことかだと思いますけどねスペシャルセットそうだ EV のスペシャルセットとあああったあったたくさん別にスペシャルセットが悪いんじゃなくて 確かにに中身ののパックの人気に採用されてますねだ近い話でいくとミステリーなんとかもう今でも大人気でねなかなか、ね、ほらミステリーうんそうだよね初日の朝午前中とかで全部消えてるんだとそうそうだと思います、はい、そっかちなみにカードが入ってないこのほらプレイマットとかこういうのとかもいまいち、うん、なんかもこれはものによりますよねあこれはものによるなんか,なんか たまーに売れるぐらいでこいつはちょっと微妙だったこれ割とどこでも残ってるみたいです、ね、ああそうなんだはいそっかこの5000円のえこれは何、あのー、回復するというか売れてくる見込みはどうなんですか正直なところこのリザードンの人に関していやーどうなんでしょう俺は微妙な気しかしないですけど去年と比べてどうなの去年とおーなんか虫が飛んで去年のこれと比べてこれと比べて、うん、確かクいッぷ入ってる うあメインカードじゃなくてその中の他のサポートとかそういうのがそうですねあのクイックボールっていうのがこれに入ってるんですけどはいそれ割と使うんですよみんなうん、うん、あ、まあ、みんなまずそれ34枚積むところからできを組むぐらいの勢いなんですけど、うん、それがあのそろそろスタン落ちの時期なんでああれ、ね、その関係か知らないですけどこれ入ってないんですねああたらうんちょっと中身が微妙だなっていう 印象で売れてなないいのかなぁとは思います、ね、はぁ時期的な問題は時期で言ったらさクリスマス前にねクリスマスプレゼント的にはちょうどいい金額的にもなんかいい感じのセットなんだけど、はい、そう出来札入ってるんでまあちょうどいいかなっていう感じなんですけどまあそうだねうんこういうのが続くとやっぱりポケモンってユーザーが実はいなくて。 ばっかりなんじゃないかっていう疑惑が上がってくるよねなんかちょっと怖いですけどねレーヤーも一応いっぱいいるんですけどいると思う目で見てあのいるもん小学生とかもあの子たちは違うテンバイヤーじゃないから遊んでるしこれデッキを小分けにするっていうあれはなかったんですかねあああえて2個セットにしないトこっちの方がいいよねとこういうふうにそうですねこれあ結構んか前はまあちょっと今のこれはんかあんま人気ないみたいですけど1個前のなんだっけ インテとかこれだこれこれこれとかもそうですけどこれちょっと値段が違うからあれですけどこれ単純に5000円半分にしたら2500円じゃないですかはいはいはい半分にしたら多分これと同じぐらいの値段そうだ弦が売れたわ弦が売れたあの辺売れたんでこれもなんか半分にしてでデッキ小分けであれば良かったんじゃないかな確かに一応何系統としては全部光ってるよっていうシリーズだと弦がの流れを組んでるデッキなわけね全部光ってるうん これもそうだもんな、全部光ってるよ。これ全部光ってるんですかね多分べてキラーカードのって書いてあるもんね。うん、あ、じゃあそうですね。うんうんうん。そうだわ。これを小分けにして1個ずつでっけをっていう。うん 方が良かかったんじゃないかなないんだろうねあえてあえてこの2個セットにまあこれ1個買えば戦えるみたいな感じなのかな <laughs> そうですね、まあ、た,まにたまには出してみようかなみたいな感じだとは思うんですけどそうなのかまあそうですねうんまあこういうのもあるよっていうぐらいでまあそんなに人気は今のところない、ね、そうですねちょっと今後その出来の仕入れに関してはちょっとひるむなこういうのが続くとそうですねうんまあわ、はい、かりましたということなので果たして 一個目記念すべき一個目が売れるのはいつでしょうかそうです、ね。うん。はい、お待ちしております。いますはい、ありがとうございます。